はい、どうも、小橋です。さあ、前回の動画、最後のね、シーンね、いろいろね、コメントいただきありがとうございます。YouTube のところだけではなくね、いろいろな SNS でね、ご反応いただきました。ありがとうございます。作った甲斐ありましたね。いつかまたもね、一緒にね、プレイできることを信じてっていうところで、我々はやっていきましょう。さあ、久しぶりにラントナをプレイしているところをね、お見せできればと思いますが、今週ね、全然プレイできてない。まあ、全然っていうのがね、人としてどこか。まあ、もちろん、この10回はプレイしてるんですけどね。まあ、こんな感じで、ワンチップはまあ、こう取れてるんですけどね、ワンチップ3回以上はね。まあ、2チップ以上のね、2チップ何回っていうね、争いになりそうですね。お、すごい。タカさんとタカさんがいます。しかも上の方が、違うかな。もう一人ぐらいタカ関連の方いましたよ。気のせい。さあ、ここね、じっくり解説していきたいんですけどね。時間がない。あ、今回全部無風ですね。それはとても嬉しいんじゃないでしょうかね。で、小橋はね、とりあえずここで合わせてますね。406使っちゃうとね、ちょっと傾斜が多いところが。でね、時間がないから。とにかく、ここのダイヤの真ん中に合わせて、左右だいたいこれ3タップぐらいなんですかね。で、測ります。ただね、このね、一番中途半端なね、色のダイヤなんでね、芝なんでね、わかりにくい。あー！よくないですね。しっかりここはね、ジャストインしないと。おそらく、小橋が狙ってたやつよりも、どこだ？結構、手前に行きましたね。で、かつ、左ブレですね、おそらく。うまく。うまくね、解説ができてないです。すいません。さあ、セカンドも左かな？どうだろう？今回結構左が多いからね。いやー、そうでもない。セカンドはあんまりブレがないかな？ちょっと左ブレをね、睨んだんですけどね。さあ、このコースでね、チップが取れれば楽なんでしょうけどね。小橋まだここの、コースでチップは取ってないから、取ってないっていうのがね、辛いですね。はい。すごいですね。タカさんと、タカノソラさんとね、タカさんがいます、こんなことあるんですね。うちのチームの TK タカさんとね、タカシ 100% さんもいればね、面白かったですね。チームタカみたいなね。さあ、ここね、ランニング使うとね、結構ここってね、この先に平らなところがあったりするところに置けるところもあるんですけどね、とんでもないところにね、くぼみみたいなところに行く可能性もあるので、ここはね、まあ、セカンドでね、もう一度ブレを測ってます。あ、セカンドじゃない、セカンドホールでもう一度ブレを測ってます。さあ、ここに合わせて、もしかしたら左ブレで、2、3、4、5、マックス5ブレだとここまで行くんですね。1、2、3だとこのね、ダイヤのね、濃い方のね、ダイヤの方に行きますが、もしかしたらさっきね、パワーが弱かったのでね、縦がね、弱いんかもしれないですね。そうするともしかしたら3ブレだとこのね、中途半端なダイヤのね、間ぐらいに行くのかなっていうところですね。さあ、しっかりジャストインが必要。いけた。さあ、左ブレですね。さあ、中途半端な芝と芝の間だと3ブレですが、あ、ちょっと強いんだな。ただ、どうだろう。間よりちょっといったのが 3.5 か4タップ分ぐらいですかね。本当はね、最初のホールでも測りたかったんですけどね。測れず。で、結構平らですね。結構平らなところに行きました。最初が、結局セカンドはどうなんでしょう。ブレがあったのか。
右ブレだったらこれ動かさない方がいいまでありますね。ちょっとそれ見込んで、いやさすがにちょっとずらさないといけないかな。いやあと40秒、ちょっと右ブレ見込んで、ほらどうでしょう、ちょっと逆に右にブレすぎかな、どうだ、あー強かったか、うん、そんな気したんですよね。ここね結構弱くていいですね。はい、さああと19秒、ちょっとね時間がなくてね調整ができなかったですね。さあよいしょ、さあラストですね、 3.5 ぐらいで、1,2,3 こんなもんで引きましょうかね。さあここでね、低反発の中使いますね。ん？今合ってた？ 1,2,3、うん、合ってますね。いやもうちょい、もうちょい行こうか。さあ皆さんね、1,2,3、まあ、さっき今チップ入れられた方もいらっしゃるように、ここは比較的ね、で強さがわからんな、最初の方。さあどうでしょう、うん、ピンには向かってるかな、あとは強さ次第か。弱かったぞ、これはどうなんだ、どうなの、どうなんじゃい、入るんかい君、時間がどうなの、どうなってんの、ほらみんながみんなからこう入ったよ皆さんこれは小橋のせいじゃないですはいっていうところでした。これ最後小橋のせいじゃないよ小橋が微妙なところに打ったせいですかね、はいいうところですね。さあただねセカンドであればポーズ出さないとね、あのポイントはねワンチップ結構低いですからね、これうん、ランキング外。この、一番外違うのがやっぱアルバトロスですね。うん。いうところでやっぱ2チップは取っていければと思うんですが、さあ、そんなこんなして全然ね、MGC が全然なんですよ、私。じゃん。うん。いや、あと2、3チップは取んないとね、2、3チップどころかね、これね、一応全部理論値。パリスがね、小バッシーの長距離砲を持っているのであれば、マイナス6が理論値かもしれない。うん、そうすると理論値プラス1ですね。さあ、いろいろ取っていかないといけない。どこ取れるかっていうところね、まあ、どこも取りやす、ハワイ以外取りやすいのかな、どうなんだろうね。うん、取っていかないとなっていうところなんですけど、一番も攻撃的に狙えるのは、あとね、大雨でも 100% 狙えばいいと思います。は必要です。小橋が今ね、大雨で 100% スキルをね、つけてるんですね。不屈の精神、雨、中とぬかるみ、得意、小で、大雨でも 100% 固定ですね。これ99から100じゃなくて 100% 固定で打てますね。それをやってる間に、まずサバンナはチップ取りたい。ね。あと、35。これは行くよ。あ、もうなかったですね。いや、ですな。さあ、これでね、ほんとに。さあ、先ほどのね、まあ、パッとミスったね、回の、セカンドが終わった時点ですね、最終ホールですが、ここね、100% 岩コンコンでね、小橋は行きたいなと思うんですけど、落としどころ次第ではね、18メートルとかに近づけられたりするんですよね。さあ、どこが一番いいのかがね、わかる方、教えてくださいっていう感じですね。まあ、最悪、お、拍手鳴った。最悪、マスターピースがあるんでね。このぐらいだと、ここで跳ねるといいですよね。うん。そうすると、こうやってね。
草チャンスですね。うわジャストイン失敗。さあ跳ねて、いやジャストインしてればっていう感じですね。こういうのは大事ね、特に理論値でいってる時はねチップ狙えるんでね。さあ集中していきましょうね。さあいったところでもう一回だけプレイしますかね。ちょっと狙いたい、ここはね。さあせっかくグラントのチップの方はお見せできたんでね、MGC でもね、特に今回 MGC ボロボロなんでね、これを見せればと思うんですけど、いや本当にファイナルいけるかどうかも自信なくなってきましたね。うん、感じです。さあプロ野球の方、交流戦始まりましたね。ヤクルトは、この撮影時点で2試合連続サヨナラホームラン勝ち。いや、しびれましたよ、本当に。いや、あのね、ファイターズが強い。普通に。いや、あれね、いろんな奇策仕掛けるじゃないですか。成功したらね、メンタルだいぶえぐられますね、本当に。うん。結構、で、交流戦っていうこの、言ってしまえば3試合しかないところでやられると、結構メンタルえぐられますね。さあどうだ、右ブレですね。今回も結構な右ブレが出てますね。あー約横に3ヤードぐらいだから400だから、うんうんうん、さあここ大事だよ、今度は決めろね。決めてくれ。よしよしよし。さあ、そのくらいだったから、まあ、マックスまでいかなくてもっていうところですか。400。6で割るとしてですね。うん。細かい計算はしないですけど。15として、すいませんごちゃごちゃ喋ってて、4.5ぐらいと見ましょうかね。さあじゃあここはね、こんなもんでいきますか。どうだ？いやーマックスブレかこれ。入れ、うわー入ってくる。よしよしよし。よし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 。うやっと MGC でチップ取りましたね。うん。さあこうなると欲しいのはね、2チップ目ですね。ありがとうございます。さあ欲しいですね、ここは。
こは狙いたいな。結構右にブレてたからね。大事なところで何やってんだ。しかも大丈夫これ。よいしょっと。まあ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 、こんな時のマスターピースさんですよね。本当にまだチップが取れないと決まったわけじゃないからね。お願い。どう？いい感じ？あー惜しいまあ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 。そしてストレートショットをね、使えなかった。まああんまり意味ないですけど。まあとりあえず、サバンナの最低限はクリアですか。まあ、他のところで、ここで2チップより他のところで1チップを狙いに行く。うん。次はどこでしょう？カフとか。あとはまあ、なんといってもパリでね、マイナス6取りたいですよね。うん。いうところ。まあ、続々と他の配信できるかどうかわかんないんですけど、やってね、1000以内を目指していければと思いますが、さ、29アンダーになるのかな？これで。うん。んで、1000以内、どうでしょう ?30、やっぱ31位ぐらいですかね。1000以内ってなるとね。はい。なんとか狙っていければと思います。とりあえず、ほんと絶不調だったんでね。まあ、ラントナでも MGC でもね、こうやって、コツコツ、ショートの方でチップが取れるようになってきたってところでね。回復傾向にあるのかなと思いますが。はい。よかった場合、よかった場合。いったところで、はい、見てみましょう。わお、ゾロベッタさあ、こっからまだまだ上げていかないとってところですね。さあ、じゃあ、こんな感じでやっていきます。以上、小橋でした。バーイ。